はい、こんにちは、里五郎です。今日は青大将のねハンドリングをしてみたいと思います。さっきまでね壁登りしてた青大将です。で、この青大将はおとなしいんで、すごいハンドリング安心してできますね。で、ハンドリングのコツとしては手でギュッと掴まないことです。掴むとヘビが動けなくなってストレスになって噛んでくる可能性あります。なのでヘビが自由にね動けるように支えてあげる。頭の方を支えて、もう一歩はこんな感じで支えるといいと思いますね。自由にね、蛇が移動できるようにしておくと、蛇のね、ストレスがなくていいらしいですね。で、時間としては3分とかが蛇にとってストレスがなくていいらしいですね。で、毎日ハンドリングはあまり良くないらしいんで、たまーにするといいと思います。で、この青大将は野生の青大将で最近捕まえたんですけど、野生だといろんなね菌を持ってる可能性があります。サルモネラ菌とか破傷風菌とかですね。なので噛まれないようにねしないといけないんですけど、万が一噛まれたらね、水ですぐ洗って消毒もしていくといいと思いますね。去年ね一回別の青大将に噛まれましたけど、痛み的にはそこまで痛くないですね。ちょっと血がね出るぐらいなんで、なのでまあ噛まれないに越したことはないんですけど、でもよくここまでね触れるようになって嬉しいです。去年なんかはこんなことできなかったんで怖くて、今年はだいぶ慣れましたね。ヘビ歴はほんと 1,2 年ですけど、ここまで慣れて嬉しいです。顔かわいいです。ちょっとね鼻が赤いのと尻尾が少し切れて赤くなってるんですけど、あと目がねどっちかがちょっと潤いがなくてかわいそうなヘビなんですけど、でもご飯はねよく食べてくれるんで元気ですね。青大将ぐらいはね触れるようになっておくといいと思います。将来役に立つと思いますね。毒蛇とね、毒蛇の見分け方も勉強していくといいと思います。いざという時にびっくりしちゃうんで、蛇がいるとその時にやっぱ種類が分かってると安心しますよね。なのでまあマムシとヤマカガシというね毒蛇ぐらいは写真を見てね勉強しておくといいと思います。いやー可愛いですね。お腹がね減ってる時はねすごい噛みついてきたことあったんですけど、それ以外は本当この青大将優しい個体ですね。個体によって性格違うんで、ちょっとそこを見極めてハンドリングしていくといいと思います。もしね首根っこ掴む場合だったら、少し頭から離して首根っこを掴んであげると
いいと思います。尻尾とか頭を触られるのがストレスみたいなんで、なるべく尻尾と頭触んないようにハンドリングしていくとストレスなくていいと思います。はい、というわけで今日は野生の青大将のハンドリング動画でした。可愛いです。もう10分ぐらいハンドリングしちゃったんで大人しくなりましたね。初めからねこれぐらい大人しくなれるといいんですけどね。では皆さん、ご視聴ありがとうございました。